飛ばす。よし。ふん。なあ。なあ。はい。実は、ですが、
なあ。は？実は。ん？あの、はい。なるほど。おい。ん？あ。八神さん。おい。
天沢。八神さん、察するに。ああ、ええ、八神さん。なんだ。ん？これは。ん？あっ。お、え、ということは、何だって？察するに。なるほど。つまり。
まさか。まさか。ちょっと。まさか。ですが。なあ。
は？天沢、察するに。なるほど。ということは、要するに。ん？つまり、
察するに。ああ。天沢。いらっしゃいませ。ありがとうございます。
怪しいな。これが意味するのは。起きてがどうだ、ロボット動いたか。ダメです。そうか、決勝戦の準備の方は。やはり決定的に戦力不足です。設計も工作もいない、それにプログラマーも。一倉先輩、いたいた、沖手川君、話があったの。アクト先生、何です？ロボ部、しばらく活動休止してもらうから。は？どういうことです？私、調べたのよ。あなたが地元の商店街にスポンサーしてもらってるって話。あれ、嘘だったんだね。とっくにスポンサー料は打ち切られてるそうじゃない。だったらロボ部の資金源って何なの？高校生がバイトで稼げる額じゃないよね。100万以上でしょ？それはあのさ、これ見てくれる？写真？ユッターで見つけたんだ。今偉人町で話題のひったくりロボット。警察の話では裏に半グレがいるんじゃないかって話。神経品？同盟？なんかそんな名前の半グレが裏ルートで盗品を売りさばいてるんだってさ。は？で、こっからが本題。このロボットのボルト、見覚えない？このボルト、これうちが町工場からまとめて買い上げた特注のネジじゃない？何が言いたいんです？沖手川君、そのキャビネットに入ってる設計図、あなたが横流ししてたんじゃない？半グレに。何をバカなこと。アクタ先生、そりゃいくらなんでも。警察には言わない。私としても騒ぎにしたくないから。でもロボ部の活動をこれ以上認めるわけにはいかない。そんな。他の部員たちもなんか退部届出してきたし、ちょうどいいんじゃない？退部届を、あいつらが。君に付き合いきれないって話だったよ。だから君たちも退部届出してくれるかな。ロボ部はそれで解散ってことにしましょう。もうそれでお咎めなし。私もこの件は忘れるから。あ、ロボ部が解散。ここまで来たのにまた。ねえ、沖手川君、大会で優勝したいって気持ちはわかる。でもダメなものはダメ。ましてや半グレなんて。あなたはまだ若い、将来があるんだから。今回のことよく反省して真面目に生きなさい。いい？これは教育的措置なの。警察には言わないんだから
感謝してほしいくらいよ。責任問題になるからでしょ。は？分かった風な口を。大人になればきっとわかる今日のありがたさがね。部長。なんでみんな頑張っていたのに、なんでこんなことに。さくら君、悪いんだけど沖手川と二人きりにしてくれる？はい。沖手川。なあ、信じるよ。なあ、マジで？ああ。だが。ああ。